ヤリスクロス、そこら中で見るようになりましたね。ホイールから溢れる廉価グレード感。荷室なんか使い物になんねえだろと思ってたのですが、意外と広々してますね。このプラスチックのコンテナは、ウェットティッシュが乾ききっている、常備消毒清掃キット。車内空間もオシャレで、ワクワク感もあって普通にいいですね。新車価格ゆえ、金はかかってないですが、さあ行きましょうか。驚異的な前後長の短さと、挙げられた地上高により、段差を右へ出るのも楽勝。こういう路地って、見た目以上に狭いですよね。前後長が長い車種だと、出し入れが無理だということもあるほど、車体サイズ？そんなもの無縁ですよ。視点も高く、下手な箱型軽自動車よりも、すっと車幅感覚をつかめる感じがあります。横が見えないところから出るのも、オーバーハング短めで楽勝ですね。日本のコンパクトカーは偉大なり、温かみのあるヘッドライトだ。廉価グレードはハロゲンのようだな。LED の明るさには及ばないけど、安く使える足としては十分ですよね。走り出し数十秒で、もう手の内に入りました。R35 はいつまで経ってもデカすぎたし、プリウスは納車直後、全然車幅感覚をつかめなかったのに。さて大抵のハイブリッドカーは、イニシャルアイドリングというんですか。暖気のためにエンジンが始動するんですが、お世辞にも静かだとは言えないですね。うるさいという意味ではないし、街乗りで静粛性に不満を感じた記憶もない。でも、今トヨタ公式サイトで見たら、新車価格189万円だそうじゃないですか。値上げのご時世に、新車で100万円台に収まっている。これはハイブリッドモデルだからわずかに高くなるが、それでも十分すぎるほど安い。カローラブランドの偉大さを感じる価格設定だ。つまり、安い車であることを念頭に置いた上で、評価をしていくこととなります。段差を超えていった時の乗り心地も、普通にいいんですよね。ほんの少し、低価格帯の車あるあるの、バッタンバッタンした動きではあるけど、快適に移動できますよ。これだけ便利かつ快適に乗れてこの値段なら、そりゃ売れるというか、そこら中で見かけるはずですわ。カーナビの使い勝手としては、絶賛するほどのものではないけど、ベンツや BMW と比べると、よっぽど使いやすいですな。低価格帯トヨタ用の、いろいろな車種で共用してそうなカーナビだな。カーシェアでいろいろ乗ってると、本当にゴミみたいなカーナビありますからね。カレコのロゴが出てくるやつと、ベンツと BMW と、この車のじゃない、T コネクトカーナビはひどかった。T コネクトカーナビはゴミ、無駄がね、詐欺、買う価値なし。ボロクソやんけ。最速ナビの使いやすさを知ってるとね、すぐ不満出ちゃうのよ。そういえば、今86についてるナビもゴミだったな。ボルボとかテスラ見てみろよ。Google マップに丸投げじゃねえか。でも、それくらい思い切りを良くする方が、内政に固執するよりまともだったりする。さてと、暖気も終わった感じだし、ちょっとだけ踏んでみましょうか。全然速くはないですね。バイパス合流は普通にこなせるけど、白点線で抜こうとは思えない。車両総重量は約 1.2 トンと破格の軽さだが、エンジンで約90馬力、モーターも80馬力程度しか足されないからな。それでこの投影面積ときては、高速道路でスピードを出すと、一気に燃費も悪化するでしょうな。高速道路は長旅というより、片道最大90分程度、週末のお出かけでダラダラ走る程度だな。その中の25分くらいは、自宅近郊の都市エリアで、大半を信号待ちして潰すんだ。これがハリアーやレクサス RX だったら、ノーウィンカーで割り込みまくるんだろうが、ヤリスクロスは、まあそういう車じゃねえよな。そういえばレクサス RX、最近めっきり見なくなったと思うんですが、気のせいでしょうか。中古もかなり安くなってるな。個人的には700万円から、800万円の車というイメージだったんだが。この G アフターっていうお店、最安値で並べ替えるとよく出てきますよね。86の時も買いを独占してましたよ。さあ今回は、速道に入ってみましょうか。一時停止を強制されるので、メーター内のチェックを行っておりますが、本体価格の割に色々とついていますね。音楽があったり、あとなんだ、トリップメーターがあったり、安全アシスト機能に関するメニューがあったり、トヨタ車定番の、変にいじって故障させた時しか出番のないメッセージセンターと、エコアクセルガイドだか、エコカーメーター的なもの。ここから先、道路幅が少し狭い3車線区間となりますが、わざわざ窮屈なところを走っても余裕があります。冒頭では前後長の短さゆえの、メリットについて多く話しましたが、
普通に運転するなら横幅の方が大事です。横幅は1765ミリ、前後長は4180ミリ、さっきのレクサス RX が、横幅1920ミリの、前後長4890ミリだと考えると、破格の小ささだな。なんでそんなでかい車乗るの？多分あっちからも、なんであんなちっこい低価格車乗るんだって思われてるぞ。センターラインのない道路で、半分を超えてお前らがはみ出してくるのを、こっちで調整してやってるんだぞ。狭い駐車場で、でかすぎるお前らでも出入りできるよう、わざわざ隣を避けて止めたり、駐車位置を左右で微調整してやってるんだぞ。日本におけるフルサイズ SUV って、存在するだけで社会に迷惑なんだな。軽自動車がバカにされがちだけど、なんであんなエコノミカルな車を悪く言うのか、わからなくなってきたぞ。なんだよこの人、散々ブロックしてくれやがって、深夜の名古屋で信号を無視して、車も警戒しないとか、お前多分、あと数年で引かれて死ぬぞ。言っちゃ悪いが、あのムーブで名古屋で引かれても、社会に適合できなかった種の自然淘汰だろ。免許更新してから3日の発言とは思えねえな。でも渡ってきそうだと予測して、わざわざ低速発進でタイミング調整したんですよ。私の運転が悪く言われる筋合いはねえな。はぁ、一時停止ばかりで窮屈ですが、あえて狭いところに来てみました。何も不自由がなくて、本当に乗りやすくて感動します。一時停止ふざけんなおい。強めに踏めば、軽さと相まってそこそこ加速するので、燃費がどうでもいい方にも不満は出ないでしょう。奥に車がいるが、深夜だと普通にパトカー説あるからな。私の近所に、ゴミみたいな位置に踏切があるんですが、誰も取り締まりやってないだろと思ったら、最近見かけたんですよね。しかも両方とも、深夜に、近くにいながら、思い切りヘッドライトつけて待ってたし、名古屋の名東区とは大違いだな。名東区の一時停止はゴミ。その点岐阜は、深夜にたまーに、見かけ次第撃ち殺した方がいい人が、ちょくちょくいるレベルだから、それでこと足りるんでしょう。今しかないなと思って、唐突にハンドルを揺さぶってみます。映像で見てわかる通り、ロール量自体はそこそこ大きいですね。車高と相まって、低重心な動きだとは言えません。でも安定性としては、かなりがっちりしてますね。危なさは全くない。重心高ゆえのロールはあれど、適切に抑え込んで、危なくないように作ってあるということです。ここら辺はトヨタらしい、ビッツファミリーに漏れぬセッティングです。万人向けな、安全な車としておすすめできます。今ワゴンとブレーキを踏んだのですが、かなり強い減速 G を出すことができます。制動力も何も言うことなし、今公式サイトを見たら、かなり激しくオフロードを突っ切っていました。日本で売りたいんなら雪道性能を教えてくれよと思うんだが、大々的には書かれてないな。トルク配分を緻密に制御する、四輪駆動システムがありますよ。その程度の使いのみですね。雪道の再発進性というかスタックしづらさは、タイヤ外径や最低地上高で決まるそうじゃないですか。4WD と合わせて選べば、合格ですよね。制動距離については車重が大事ですが、それについても 1.2 トン程度と、先ほど申し上げました。日本で乗るにあたって、どう超えてでかいオフロードマシンは、使い勝手が悪いからな。高速域での安定性や燃費と合わせて考えると、総合性能は高いと言えそうだ。大通りへの合流で、かなり思い切ってアクセルを踏んでみます。千種駅、懐かしいです。アイスの自販機があるから、新聞配達帰りに車で食べに来てたなー。コンビニなら店から30秒だったやんけ。そういうこと言う人には、人生の楽しみ方がわからんのです。千種駅といえば、一本北側の通りには、二階建ての、フェラーリのお店があったんですよね。名古屋の高級車ディーラー巡り動画、需要あるでしょうか？レクサス NX や BMW ならカーシェアあるけど、それか、またロードスター借りるか。それよりもですね、カーナビの案内がわかりやすいですね。あと何キロでどっちに曲がるか。この二つを示してくれるだけでも、かなり助かります。かなり狭いところに入ってまいりました。この間を抜けるとなると、ちょっと楽ではないですね。横幅自体は、軽自動車ほど細くはないからな。1760ミリ台でも、この道路幅を抜けるとなれば、ミラーの先端がすりそうだと感じる。人が多いですよね。東京オートサロンでひどい風を映された身としては、この人たちが何を考えてるのかわからない。脈絡なく横断してきそうで、運転中に彼らを、規制ある人として見ることは無理ですね。邪魔してごめんよ。この先がカーシェアのステーションだから、そこに返しに行くだけだから。ここだけ明るすぎるだろ。都会がいいとかよく言われるけど、名古屋の都会って、車で数分だけ東に行けば、こんな感じですよ。この公園、懐かしいですね。税金対策で適当な不動産を買おうとした時、この企画で売ってもらったんだ。その頃にこの時間帯に来てたら、買ってなかったかもしれんな。
左の公園の枯れた木が、ライトアップされていますね。寂しいですね。そこは綺麗ですねっていうところだろ。気が気じゃないですね。それにしても、最初にハリアーに乗った時、なんでこんなドンジュー SUV に乗るんだとボロクソに言いましたが、ヤリスクロスやレクサス UX みたいな、コンパクト車だと素晴らしいですね。視界が広くて、本当に運転がしやすい。トヨタの実用車といえば、ルーミーだかタンクみたいな、悪魔みたいなのをイメージしていたので、このヤリスクロスは、本当に高い評価をしてあげられる、感心させられた商品でした。車好きが乗るには、圧車としてもちょっと物足りなさがあるけど、一般の方のマイカーとしては、選べる中でもコスパ最強クラスだと思います。車体サイズの小ささでは、さすがに軽自動車にはかなわないけどな。でも軽自動車からのステップアップには最高だろ。排気量が限られてるくせに背ばっかり高くなって、もう横転機能しか残ってないですからね。そういえば、電動パーキングブレーキと、ブレーキホールドがついてるとは言いましたっけ？小回りはかなり効いてくれるのですが、バックしてる最中にドアを開けると、いきなりガクンと車が止まります。多分、他車ならニュートラルや P に入れるところを、電動パーキングで強制的に押さえつけてるんだと思います。実際にやってみた。あれ？アクセル踏んでも動かないぞ。めんどくせえよな。私の祖母が、ノートイーパワーに乗り換えたら、ことあるごとにビービーなってうるさいと言っていましたが、よくわかりますよね。というわけでヤリスクロス、過去最高クラスに高評価な1台となりました。乗り換えの候補にどうぞ。私？こっちがあるんでね。プリウスという名前以外弱点なし。長い付き合いになりそうだ。ではまた今度。